皆さんこんにちは。今日はミッドサマーディレクターズカット版を見てきたので、その紹介をしていきます。人気の高さから早くもディレクターズカット版が3月13日より上映が開始しました。情報はちらほら出てますけど、簡単に言うと大きな変化はシーンの追加、23分ほどですね。あとはモザイクの除去といったところですけども、同時に見比べたわけではないので少し曖昧なレビューになってしまうんですけど、ちょっとそこはご了承ください。一応見ての感想がメインということで、ちなみにモザイク除去されたことで R15 から R18 になっているので、年齢制限の方については気をつけていきましょう。では今日の話す順番ですね。一つ目は、初めて見る人は通常版、ディレクターズカット版どっちを見ればいいか。2つ目は通常版とディレクターズカット版との違い、気づいた部分っていう感じですね。ちょっと違う部分あったらすいません。そして3つ目は印象感想というところで話していきます。ちなみに2番目、通常版とディレクターズカット版の違いからは、ネタバレをバンバン話していくので、知りたくないけどミッドサマーのことを少し知りたいという人は、僕の前の通常版のミッドサマー紹介動画の前半部分がネタバレを抑えた感じで、あらすじとスリラー苦手な人が注意すべきポイントっていうところを話しているので、よろしければどうぞです。というわけで、1つ目、初めて見る人は通常版、ディレクターズカット版をどっちを見ればいいというところです。正直見ていない人が一番知りたいと思ってるのは、どっち見ればいいのよっていうところだと思うんですよね。話を引っ張るのもなんなんで、初めに僕の結論、あくまで僕の結論を言っちゃうと、通常版でいいと思います。なんで通常版でいいのっていう人のためにちょっと順序立てて話していきますね。で、1、もう通常版でまとまっているですね。ディレクターズカット版の方がシーンが増えて、ミッドサマーの世界をより細かく知ることができるのは確かです。でも追加シーンがなくても十分にわかるし、語られない部分が多いほど考察の違いがあるってちょっと僕は思ったりするんですよね。なのでディレクターズカット版は2周目用という感じでいいのかなと思います。アドベンチャーゲームなんかも2周目でシーンが追加されて物語が補完されるっていうのはよくあるとは思うんでね。で、2番目は時間が短い。というか通常版ですら2時間半近くあるのに、ディレクターズカット版になると3時間近くになります。作品とは関係ないんですけど、映画館で見るとなれば他の作品の予告も入って、3時間ぴったりになりますね、大体。さっきも話しましたが、通常版で話はわかるし、人によっては長すぎてだるくなってしまう、だれてしまうかもしれないっていう人もいるので、まずは短い通常版で良いのかなと思います。で、その3、料金が安い。通常版は映画館によりますけど1800円から1900円、ディレクターズカット版は2000円になります。人によってはビーザルものかもしれないですけど、2000円っていう数字になるとなんかもう大きく見えますよね。というわけで、通常版でもう早い、安い、うまいとなってるので、もうその方がいいかなって思いました。人それぞれ好みがあるし、好きな方を選択すればいいとは思いますが、迷っている人は映画館で見れなくなる前に早めの選択ができればいいかなと思いました。では2番目の通常版とディレクターズカット版の違いについて話していきます。ここから結構ネタバレ多めです。で、一つはジョシュとクリスチャンの口論が長くなっていた。さっき曖昧になりますがなんて初めに話したんですけど、まさにこの部分がちょっと曖昧ではあるんですけど、すいません。僕個人としては言い争いが少し長くなっていた気がするんですよね。通常版より結構強引なクリスチャンが見えたようなシーンだったと思いますね。もうホルガーの論文を書くって言ったところですよね。詳しくわかる人はもしもいたら、コメントで訂正していただけたらありがたいですね。ここが増えてたんだよとか。で、2つ目は儀式の追加。夜の暗い中での儀式が増えましたね。これは確かです。飛び降りの後だったので、これ以上まだ死人ができる増えんのかよっ
って思わされるようなとこだったので僕もちょっとドキドキしましたね。でもこの儀式がまあ終盤の外部者、まあダニーたちじゃない他の人たちの死につながるものなのでよく見ておくといいかもしれないですね。で3つ目はダニーとクリスチャンの言い争い、まあ、2の儀式の直後ですね。夜の儀式ので、夜の中での言い争いになります。まあダニーはもうホルガにいたくないともう言い始めるんですけども、まあ、論文のためにホルガに残りたいって言い出しちゃったクリスチャン、まあ、そこからお互いがお互いをどう思ってるかっていうところの話に発展しちゃうっていうところですね。で4つ目がまあモザイクの除去です。まあ後半のクリスチャンと村の人の成功のとこですね。まあ詳しくは成功後っていうとこになりますけども、よく見るとちょっと血がついてるっていうとこで生々しさが出ている場面となります。まあといったところですね。まあ正直もっと細かいところで違うところ、まあ増えたところがあったのかもしれないんですけども、まあただ通常版も 100% 覚えていたわけでもないので、なんとも僕のとこでは言えないところですね。すいません、なんか。で、通常版も 100% 覚えてないっていう流れで、ちょっと言いたいことが一つあるんですけども、まあ実は今回、ミッドサマーが2回目なんですけれども、まあそれで前回の通常版ミッドサマーの動画で間違えて話していたことがあったのを気づいてしまって、まあ、詳しくは前の動画の方の下の欄で訂正を入れておきます。ごめんなさい。では最後の3つ目、印象感想となります。まあ鑑賞2回目っていうところも結構含みます。さっきも言ったんですが、ディレクターズカット版は細かい理解ができてそこは良かったし、お話としては完成形だったと思います。なのでこのお話を理解するにあたってはこのディレクターズカット版は非常によくできたものだったなって思いました。ただ正直僕は通常版でも十分だったかなとは思いましたね。キャラクターを深く掘り下げたりっていうのはディレクターズカット版では良かったんですけども、やっぱり時間としては長すぎるのかもなって思いましたね。まあ、鑑賞1回目はホルガの風習って何、最後どうなるのっていったところを結構気にするところだと思うので、まあ、それに加えてさらにキャラの掘り下げも出てくると初めて見る人は疲れちゃったりだれちゃったりする人もいるのかなって思うんですよね。なのでディレクターズカット版はもう1回目じゃなくて2回目でいいのかなって思います。もしかしたらまあ急ぎすぎずね、DVD とかブルーレイとか出た時にこういうのも収録されると思うので、まあ、そこでもいいのかもしれないですね。焦らずにっていうのでいいかもしれないです。まあ、ここまで話すとじゃあ長すぎるってことはつまらないってことかよって言われそうですけど、そうじゃないです。通常版での動画で言った通り不安感特盛りでここまで嫌な思いにさせられて拍手を送りたいって言ったのは本当です。本当によくできた映画だって思いました。まあでも今回2週目を見て正直白状をすると、映画を楽しむっていう以上にスリラー映画ミッドサマーにメンタルをやられました。時間が長かったからなのか2度目だからなのかは正直わかんないんですけども、メンタルがきつくなりましたね。僕はまあ曲がりなりにもまあいろんな映画を見せていただいて楽しませてもらって、でホラー映画だって怖がりのくせに見続けてきて今では好きなジャンルになりました。でもこのミッドサマーは辛いんですよね。見ていて口論とか口喧嘩をした後のような疲れというかストレスというか、もう見てる側に、まあ僕にですけどもすごい襲ってきちゃって重くなっちゃったですよね。今回ディレクターズカット版はクリスチャンの悪いところも浮き彫りにはされていましたが、まあ、そこが追加になったことによってよりきつい気持ちになったのかもしれないです。プラスモザイクの除去もあって生々しさも増量しちゃってきつくなりすぎたのかなっていうのもなんか思いましたね。あとは2回目見ても僕の中でやっぱりちょっと大きく変わらない感想は、 100% クリスチャンが悪いわけじゃないんじゃねえかっていうところなんですよね。まあ、もちろんペレの妹とあんなことをしちゃうのはもう悪いし信頼ガタ落ちになっちゃうのもわかるんですけど、クリスチャンも変な薬飲まされて正常な思考を持てない状態だったし、
まあ、成功を許しますと村の人に言われた時もクリスチャンは断っていたし、クリスチャンも成功したのは本意ではなかったようには見えるんですよね。だからいくらなんでもラストで燃やされていい理由にはならないんじゃないかって思ってしまうんです。どうせならクリスチャンをもっとクズに描いてくれたらよかったんですけど、そしたら不安感は生まれないんですよね。見てる側にただのスカッとした映画になっちゃうんですよね。なのでこの依存度の高いダニーっていうキャラクターと、ダニーを気にしつつ自分勝手さも出しつつ、最終的には超えてはならない一線を超えたクリスチャンっていうキャラクター、この2人の絶妙なキャラクター作りがこの映画のおぞましさを感じてしまう肝なのかなってやっぱり思っちゃうんですよね。そこに引き金となるホルガの風習っていうところが入ってきて、ただの人間関係のごちゃごちゃじゃない、もうカルトホラーっていう印象も与えてくるっていう、もう本当アリアスター監督何考えてんだよっていう作りになっているんですよね。前回の僕の動画ではダニーの依存度、依存的なキャラクターが肝だって言ってたんですけども、やっぱりこのクリスチャンっていうキャラクターも肝だったんですよね。それがディレクターズカット版でかなり出てきたので、やっぱねディレクターズカット版を見てよかったです。そこら辺が分かって、まあね、でも本当にあの夜の追加されたシーン、もうダニーが逃げたいって言った時にクリスチャンがよし逃げようって言ってくれたらって正直今でも思ってしまいます。そんなイフっていうかもしもっていうのを考えてる時点でこの映画にめっちゃハマってるのかもしれないですね僕。でもあそこで逃げても結局繰り返しで、ダニーは依存してクリスチャンは別れられなくてっていうのが続くのかなって。でもなんとかしてハッピーエンドルートっていうのを個人的には考えたくなっちゃいますよね。まあというわけで、しばらくはミッドサマーはお腹いっぱいです。まあ余談ですけど、クリスチャン役のジャック・レイナーさんが出演しているシング・ストリートっていう映画はめっちゃいいので、ミッドサマーに疲れた人は、ね、疲れてダメージ受けちゃった人は特効薬としてシング・ストリートを処方しておきますので、どうか見といてください。というわけで以上になります。ありがとうございました。よかったら登録、評価、コメントお願いします。ありがとうございます。